あれね、チャーシューのがチャーシューだと思っちゃってて嫌いになっちゃってるの。俺がやっぱり一番店の前とか通り過ぎた時に大事なのは感じるかどうかなんだよね。さあ、ということで皆さん、はい、本日もやってまいりましたということで、最近ね、カズさん、本当にたくさんの方から、はい、街でね、声かけてもらえるようになって、ありがたい限りですね、本当にいつも見てますよ、頑張ってくださいなんて声かけてもらえるようになって、はい、本当に皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。我々はですね、まだまだあの素人 YouTuber なんで、はい、ぜひですね、チャンネル登録をして応援していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、カズ、はい、本日は、はい、美味しいラーメン店を見極めるポイント5選ということで。おお、新しい5選。そうそうそう、やっぱ俺もいろんなラーメン屋食べに行って、はい、どこでそのまあ知らないようなお店でね、はい、入るか入らないか決めてるのかっていうポイントをちょっとお話できたらなということで。ただね、これ僕がね今話すその内容が絶対ってわけでもないし、はい、そうじゃないからって言って別に美味しくないわけじゃなくて、はい、あくまでもその俺なりに基準を設けてるか、美味しいであろうお店の基準、そう、あくまでも僕基準っていうことでご紹介させていただければと思っております、はい、ということでやってみたいんだけれども、はい、それではポイント1つ目、はい、まず店の前に立った時に、はい、オーラを感じるかです。おお、分からねえよって普通は分からないな。そうだね、やっぱりね、俺がやっぱり一番店の前とか通り過ぎた時に大事なのは、これすっごい抽象的で申し訳ないんだけど、まずはそのお店にオーラを感じるかどうかなんだよね。これすっごい分かりにくいよね。これ、いろんなお店を見てる人だと多分感じるやつですよね。店からねオーラがビンビン出てるわけよ。これうまいぞと、はい、まずそこを一つ感じれるようになっていただきたいなと、はい、いうことがまず一つです、はい、そして二つ目にはラーメン屋さん、これ店によってなんだけど、のれんが出てる店、のれんが出てない店ってあるんだけど、はい、例えばさ、もう歴史があるお店なんか結構もう作りが古くなってるとかあって、はい、でもそれはしょうがないことじゃん、はい、だけど作りは古いのにお店がものすごく清潔感があるとか、はい、それからのれんがしっかりしてるとか、店は古いんだけどのれんがビシッとしてるとか、俺それだけで、あ、この店のれんにこれだけ気使ってるって美味しいんだろうなとか、はい、ただ例外はあります。昔のあの弁天さんのような。あ、なるほど、はいはい、昔の弁天さんののれんって、はい、あえてやってたのかなと俺は思ってるんだけど、はい、ビリビリだった。あ、でもビーってこうもう切れて垂れちゃってるみたいな、はい、ああいうのれんだ。でもあれってこう歴史とか味を出そうと思ってああいう風にやられてたのか、まあ、自然にやってるとは俺はあんまちょっと俺は思えないんだけど、まあ、しかも美味しいお店ねってことで、そう、はい、うん、だからやっぱあののれんはあののれんで狙いがあったんじゃないのかなとは思うけどね、はいはい、うん、だから俺はそれはいいと思うんだけども、基本的にはやっぱりのれんがまずきちっとアイロンがかかってきちっとされてるっていうのはまず見るポイントの一つかなと、はい、うん、思うんだよね。それでは続きまして、はい、ポイントの2つ目でございます、はい、店の前にのぼりが立ってないということで、はい、あ、これもね、はい、やっぱ美味しいラーメン屋さんを見極めるポイントの一つには俺はさせていただいてる、はい、もちろん立ってるからといって、はい、まあ、美味しくないっていうわけではないんですけれども、はい、僕の中の基準では立ってないお店の方が美味しかったお店の確率が高かったっていう。なるほど、はい、ということでポイントの2つ目はそちらでございます、はい、それでは続きまして、はい、ポイントの3つ目でございますけれども、はい、メニューが絞られている。お、はいはい、例えばラーメン屋さんって最初ラーメン屋として始めてるんだけど、はい、売れないから野菜炒めができたり餃子ができたりレバニラ炒めができたり、はい、チャーハンができたりとかしてっちゃうと思ってるね、はい、でもラーメンだけで勝負できるお店っていうのは、はい、あれもこれもっていうのは一つのことにやっぱ集中できないから基本的にはやりたくないわけ、ラーメン専門店はね、はい、でもラーメン専門店と始めて致し方なく売れなくてそういうメニューが増えてっちゃうお店っていうのは全体トータルのバランスで言ったらいいかもしれないけれども、はい、ことラーメン一品を見た時にはやっぱりメニューを絞ってそのラーメンで勝負してる店の方が俺は美味しいんじゃないかなっていう思いがまあ強いんだよね、まあ、間違いないですね。そうなの、はい、そう思ってます。ポイントの4つ目、はい、4つ目は、はい、厨房が見えれば厨房を覗くということですね。はい、意外とラーメン屋さんって外から見てても厨房がこう窓側にあって見えてるお店とかもあるじゃん、うん、俺そういうお店に関してはまず厨房をちょっと覗き見するわけよ、こうダクトあたりを、うん、
ダクトは綺麗かなとか、はい、床は綺麗かなとかいろいろ見て、あ、まずちゃんとこう掃除が行き届ってるなとか、あ、清潔感があるなとか、はい、なぜそこに俺は注目するかっていうと、はい、厨房が綺麗なお店って、はい、意外とあのラーメン屋さんで修行してきた方も多いんだけど、はい、中華料理とか和食で修行してきた方も多いの。そのきちっとした修行をしてきてる方ってやっぱり厨房綺麗なのよ。使い方がきちっとした修行してきてない方って意外と厨房が乱雑だったり汚かったりする、いわゆるあのだらしない感じの厨房も多いから、はいはい、そういう意味で言うとやっぱりきちっとした修行してきたところの方が美味しい確率が高いよね。必ずとは言わないけれど、はい、だからまあそういうお店をやっぱ選ぶようにしたいなっていうところとともに、はい、厨房を覗いた時に、はい、チャーシューの切り置きがないかなとかチャーシューはオーダーのために切ってんのかなとかっていうところは俺が意外と気にする、はい、俺あのねチャーシューの切り置きの匂いがダメなのよ。酸化したあの毒とか。そうだけど俺びっくりするのが結構意外とチャーシュー嫌いっていう人多いの。あれねチャーシューの切り置きの匂いがチャーシューだと思っちゃってて嫌いになっちゃってる、はい、自分もこのラーメン屋を始める前まであれがチャーシューの匂いだと思ってましたでしょ、はい、そういう人多いの。だから、はい、切り置いてないチャーシューをちゃんと食べれば美味しいのに、うん、切り置きのお店が多いからそれでその匂いが嫌だってなっちゃってる方が多いから、チャーシューの切り置きがしてるかしてないかっていうところもちょっと見るポイントではあるかなと、はい、続きまして、はい、ポイントの5つ目、はい、お店の方スタッフの方の制服に清潔感があるということでございます。はい、はい、これも大事。やっぱ食べ物屋さんだから、はい、やっぱそういうところもきちっとしないと、はい、あんちゃん兄ちゃんじゃないけどなんかこうね、はい、うん、やっぱそれはやっぱ食べ物屋だからやっぱ清潔感っていうか食中毒になってもいけないしね。その通りですね。そうだからそういう意味でやっぱ制服をきちっと着てるっていうのもすごい大事なことかなと思いますと、はい、さあということでですね、はい、本日は、美味しいラーメン店を見極めるポイント5選ということでやってまいりましたけれども、はい、ここまでご覧いただいてですね、ぜひですね僕もですね、ラーメン屋さんに行って見極めてみようとか、はい、美味しいラーメン屋さんを探り当ててやろうとかって、はい、思っていただいた方はぜひですねチャンネル登録ですとか高評価をして応援していただければと思いますんでよろしくお願いします。本日は美味しいラーメン店を見極めるポイント5選でした。どうもありがとうございました。